Oh, yeah.
まず弥十郎に申せば、浅木付近に鈴を下げ、太平袖に株の申す。前にまん丸帯を締め、前に下げたる前頃は、波にうさぎを縫い散らし、踊る姿も軽やかに、踏み出す足は八文字。舞台に並びす早乙女の、たぶに揃いし花笠は、大山木海八重桜、塩釜桜か釈迦桜。上下衣を見申せば、黄色青色染め抜いて、帯は何やと見申せば、筑前博多の羅刹と思い、山水ボタンを染め抜いて、踊る姿の軽やかさ、物に例えて申すなら、小野小町か照手姫。まず岡林を見申せば、笛や太鼓、小太鼓と、ましてにぎわう朝日が丘。さて、あまりなきは見物様の妨げ、御田植え踊り、万歳万万歳、法山邸申す。本日は第35回の仙台市民族芸能の集いの御大勢の桜と梅の御中様より、どちら様かは存じませぬが、たて板に水を流すごとく、とうとうとうしたご弁舌をもってお褒めの言葉を賜り、誠にありがたく嬉しく存じ立て上げまつる。つきましては、田植え後の宋さなぶりの説には、名刺を取り揃え、その名刺とは、大東山山川造りを蔵に漬け込み、金金と突っ込み、酒の魚と湖水には、秋湯、馬場、名取川の名物、鮎、マス、カジカなど数多く取り揃え、梅をマス用と汲み取らせ、大杯、小杯は大滝のごとく、その節には、必ずや必ず、ご来社のほどをお願い申し上げ立て祭り、まずは当座の御礼、さよう。皆さん、こんにちは。馬場の田植え踊り保存会です。本日は寒い中、また足元の悪い中、大勢の皆様方にご来場いただき、また温かいご声援を賜り、ありがとうございます。ただいまのは、観客席の方からお褒めの言葉をいただき、演者である我々の方から、返す言葉を申し上げました。秋保にはですね、昔数多くの田植え踊り団体がございまして、秋の正月、ちょうど今頃の時期だと思いますけども、それぞれですね、お互いに呼んだり呼ばれたりということで、今年の豊作を願って、田植え踊りが踊られたそうです。その時に、読んだ方から褒め言葉をいただき、踊った方からですね、返し言葉を申し上げたというのが異例だったそうです。近年私どもの保存会、少子化の影響を受けまして、本日も、中学生高校生が、受験それから部活ということで参加できておりません。そういうことで本日、数十年前もですね、弥十郎と早乙女が息を切らして、頑張っております。はい、ありがとうございます。この後3人ございますけども、出演者一同、一生懸命頑張って、演舞したいとこのように考えております。皆様方から温かい眼差しとご声援をいただければ大変嬉しく思います。本日はありがとうございました。
これもそうそうそう千人隊心をつけられそうあいやほらしかどしかどしYeah.